18です。18。今年から第一。もしもし。こんにちは。はじめまして。こんにちは。はじめまして。おいくつですか？15歳です。嘘？いや、嘘じゃないです。はい。高一今年から。はい、高1です。そうですよね。若いはい。ですね。何歳なんすか？ 18です。18。今年から第一。大学ちょう生。どすれ違いですね。大学生なんだ。はい。大学受験どうでした？おぉ。推薦だったんで、あ、推薦だったのね。まだ楽ああ、でした。まだ楽。はい。他の人と比べたら。あれ、学校ってないんすか？まだ。まだないですよ、コロナの影響で。ああ、そうなんすか。コロナ休みずっと。いつとか決まってるんすか？一応、うちの学校は5月、1が最、まだないみたいな。結構ないんです結構ないっすね。長いっすね。よ。だから暇だから斉藤さんやってる感じっすか。そうなんですよ。なるほど。じゃあちょっとこっちからいいっすか。いいですよ。今、動画撮ってまして、YouTube の企画で、ちょっと皆さんに、黒歴史聞こうと思って、黒歴史？ なんか恥ずかしい話みたいな、やっちゃったことみたいな、でそもういうそのんながあれば。 YouTube の動画にできるような内容じゃないかも。いやでも、ものはね、試しですからね。なんか一つあれそんばな面白い、面黒歴史？白い。ちょっと待って、考え ちゃいああ、ます。いいで自す分のよ。人生何があったか。これまで人生18年で18年で。何あったか。何があったか。何あったっけな。黒歴史か。はい。でもそんな強力なもんじゃないんですけど。協 力、はい。中学校2年生くらいの時に、はい。携帯のロックのパスワードがめっちゃ簡単だったんですよ、スマホが。はい。なんか、0000みたいな感じで。簡単すぎるな、それは。それで、同はい。級生の男子に携帯見られて、中身。おー、はで、ネット検索があるじゃないですか。い。私結構名言集とか、そういうの見るの好きで。おー、なるほど。それを見てたんですよ。歴史にバッチリ残ってるんですよ。で、それを男子に見られて、それをスクショして、その自分の男子の LINE のとこに送られて、で、拡散されて、で、その後に、私がね、なんか美人になれる、美人な、性格美人になれる10か条みたいな、書いてあって、それを見てたら、じゃあ、お前の性格が悪い10か条みたいな。で、送られてきたんですよ。私のクロスじゃないかって。ちょっと広かったなっていうちょっふうとに悲思う。しいっすね、それ。悲しい パスそうワードなんで開けすらよ。れて。黒歴史じゃないかっや、でたもですまだよ。まだ検索がまだあれですね。よかったですね。そうですか。別に、名言見で。られてダメ、そうですね。名言以外にも多分いろいろあったんだろうけど。いや、そうなんですかね。さらに危ないやつだったよ。よかったじゃないですか。そうですね。よかったです。まあ、そもそも調変べな。ないですか？そうですね、基本的には。基本的にはね。ね、で基も本最ね。近だともう全部プライベートでちゃんと調べます。そういうのは。あれ、プライベートで意味あんの？あれ、本当に。歴史に残んないんだと思います。歴史？
歴史って見られるんです、見えるんですよ、歴史っていう、歴史じゃなく、歴史じゃなかったっけ、履歴じゃね、あ、そう、履歴、違うのあるよ、歴史じゃなかったっけ、履歴でしょ、え、違いますよね、歴史って言わないっしょ、え、待って履歴だ履歴でしょ、だよ、そりゃそうだよ、歴史なんて言わねえよそんな過去遡ってねえから、あ、確かに、そんな遡ってない、めっちゃサファリ溜まってる、あれめっちゃ溜まりますよね、俺うざいんですけど、あれうーん、薄くパッ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 パめっちゃ調べてる。そう。ね、絶対動画にならないで。いや、もうしますね。え、しま、なんでですか全然そんな、黒歴史じゃなかったですよ。本当 YouTube に上げるんですか、上げますよ。じゃあもう一個面白いことしたらいいんじゃないですか、もう一個面白いこと、はい。何すればいいですか、何すればいいですか、じゃあ自分のいいところを10個。これはいいよ、これはいい。いや、いいっすよ。これいいわ、これいいやんだわ。5個。いや、5個。いや、10個いきましょう。みんな10個だから。嘘でしょ。じゃあ頑張って8個。特別に。7個。な、何そこ、ネギラウンド。いいだろ、8個で。頑張ってます。頑張ってます、1個目。